大牟田市で事前キャンプを行っていたアフガニスタンの選手団が今朝東京都の選手村に向けて出発しました。大牟田市で6日から事前キャンプを行っていたのは陸上の短距離種目に出場するアフガニスタンの男女の選手2人と監督コーチの合わせて4人です。新型コロナ対策によりキャンプ期間中に市民との交流はありませんでしたが、練習には100人を超える市民が見学に訪れていたということです。現地での応援ができないので、やはりテレビの前でですね、大牟田市民の皆さんが一緒に応援していただければ、立派な記録を出していただければというふうに思っています。選手2人は30日に行われる女子100メートル予選から競技に出場する予定です。